はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はですね、皆さんに耳寄りな情報を持ってきました。もう耳寄りすぎて耳貫通して鼓膜破れるぐらい。初見の皆さん、どうもこんにちは、マルトラと言います。私、界隈では鼓膜破りのマルトラと言われております。海賊狩りのゾロ、麦わらのルフィ、鼓膜破りのマルトラ。はい、というわけでね、前置きが終わったところで本題行くんですけども、今日はね、皆さんに今日からやってほしいことが一つあります。これやらないと 100% 損するという内容なんですけども、結論から言いますと、今日からガチャ引くのやめてください。これですね。はい、まあ、もう知ってる人は知っている、やっている人はやっていると思うんですが、最近始めた人とかは知らないと思うんで、とにかく今日からガチャを引かないでください。ただ全部引くなって言ってるわけではございません。何を引いていいか、何を引いたらあかんか、なぜ引いてはいけないのか、説明していくんですけども、まずはルビーを使って回すガチャ、この辺の今着ているブラクロのガチャとかはもう思う存分、もう雪地はたいて課金しまくって引いて、ここは大丈夫です。ここは引いていいガチャとなっております。そして上の方にあるこんな感じの大徳秀才定番で配られる、なんか変な意味わからんガチャとか、あと選べる記念チケットとか、選べる星子チケットとか、あと下の方にあるこういう作品ガチャみたいな、そん時のイベントで配られる専用のガチャとか、あと下の方に行きまして、月間ジャンプチチケットガチャ、これも引いて大丈夫です。じゃあ何を引いたらダメなのか、10ステップ目星5確定チケットガチャ、10連チケットガチャ、5連チケットガチャ、3連チケットガチャ、星5出現率 10% チケットガチャ、星5確定チケットガチャ、2種、星4以上確定、星3以上確定。まあ、とにかく、この10ステップ目星5確定チケットガチャより下のガチャ、今日から引くんやめてください。これ引かないともう 100% 損するんで、僕も今現在結構溜まっていて引きたいんですけども、溜めております。その気持ちを抑えているんで、皆さんも僕と一緒に我慢しましょうという感じなんですけども、じゃあなんで引いてはいけないのか、これ説明していきますと、1年に一度神アップデが行われまして、ラインナップが更新されるんですよね。その更新は、毎年2月に来るんですが、前年度に登場したヒーローキャラクターがこの無料チケットガチャにも入るという神アップで行われるんですよ。今現在この10連チケットガチャなどのガチャには、今年2022年に登場したヒーローキャラクターは含まれておりません。はい、なので今年登場したヒーローキャラクターは今現在課金でしかゲットすることができないんですよ。ただしかし、来年の2月になったらこれ更新されて全員ここに来ます。無課金でゲットできるようになるという神アップデが毎年2月に行われるんですよ。なので半年前の今日からガチャを貯めておけば、もうその強キャラ、今年登場したキャラっつったら、話題の一旦 65% アップのリサリサ先生とかザンザスとか、あと最近動画に載したアメノさんとか、あと九州の上位互換おぼろさんとか、マグナ先輩とか、まあ、その辺のとにかく強いキャラクターが来年の2月になったらこのラインナップに追加されます。なので半年前の今からもう貯めといて、いざ更新ってなったらおそらく1000連ぐらい引けるんですよ、ガチャ。もっと引けるかな。僕去年、4ヶ月ぐらい貯めて1000連引きました。
なのでもう半年前の今から貯めといたらもっと引けると思うんで、ぜひとも皆さん今日から我慢しましょう。神引きするため。まあ、一つ重要なことは、ラインナップには追加されますけども、確定で出るとは限りません。まあ、そこなんですよね。まあ、もちろんのごとく初期キラ等々ふんだんに含まれていますんで、絶対に当たるとは限んないんですけども、ただ、今引くより、絶対に来年の2月、更新来てから引いた方が 100% お得になっているんで、この周期皆さんぜひとも覚えておいてください。2月ですね。で、6月にも、重要な更新があるんですけども、それはまだ時期じゃないんで、まあその時期が来たらまた言うんですが、とにかく半年目安にガチャ引いてガチャ貯めてっていうこのサイクルだから、2月から8月まではガチャチケふんだんに引いて、8月から来年の2月まではガチャを貯める、この、周期ぜひともこれから守ってほしいなと思います。はい、っていう内容でございました。これやるかやらへんかでほんまに差出ると思うんで、僕もこれから、貯めまくってもう1000連2000連目指していこうかなと思います。